あ今回は新屋島水族館にやってきております。あ、なんか上りが立ってる。あ、よく見たら実物もいる今日はイルカショーの前になんと PR タイムいただけたということで4人来ていただきました。カマカマ、今回はスポーツで香川を元気にしたい新屋島水族館訪問の様子をお送りします。ここでちょっと横演習やっとき。あ、どういう感じ。背番号と名前。背番号と名前。そんなんもう言わんでも分かるやろ。言い続けてきたやろ今まで。はい、背番号32番ゴールキーパーの松村大成です。はい、背番号26番小山翔也です。僕のユニフォームを着て戦いましょう。おー、いいね。だから勝手にってことか。そう背番号25番フォワード、ミッドフィルダー、両方やってます冬友人です。まずは自分のユニフォームを着て一緒に戦いましょう。応援よろしくお願いします。最後、背番号29番田尾圭介です。スタジアムにぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。ちょっと綺麗にまとめすぎちゃう。もうぜひね、新屋島水族館 のイルカショーに来てるみんなにみんな爪痕を残してよ。お願いします。こんにちは。すごい、マナヤン来たよ。みなさん、マナヤンも来てるし、カマタマでさぬきの選手も来てます。みんな拍手。見て、自分の登り持って入ってきてるからなかなかない演出ですけれども、今シーズンは J2 復帰ということで、頑張るのです。スタジアムに足を運んでください。よろしくお願いします。J2 復帰という目標を達成できるように、自分のゴールでチームを勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。今シーズンは初得点を目標にしっかり得点を取ってチームを勝たせて J2 昇格できるように頑張ります。来週末の3月5日に、ホーム戦で開幕するので、ぜひスタジアムに足を運んで一緒に戦ってください。応援よろしくお願いします。はい、じゃあ上りは私に任せて。終わってるから最後それで締めてください。最後それで締めてって。メーダーでコナン言います。真実はいつも1つ2つ3つ4つ。メーダーでコナン。はい。